今日はミニチップイメージという内的対話方法をご紹介します。これは、左脳の過剰が収まって、右脳優位になってから、自然に始まった私と右脳意識との対話の方法です。右脳さんは私たちの内側に存在する意識です。私が意識の焦点さんと呼ぶ私たち意識は、 外側の世界を見てそれをを内側のの世界に取り込む窓口の役割を担っていますそして、右脳さんは、私たちが内側へ取り込んだ世界を一緒に見ながら、この世界であなたは何を望むのどちらへ行きたいのと尋ねてくれています。そして、私たち意識が差し示した方向の経験へ導いてくれます。 ですから、意識と右脳さんの対話というのは、基本的に意識が望む方向を右脳さんへ伝える対話ということです。皆さんご存知のように、左脳は言葉にまつわる機能が得意です。逆に、右脳は写真のようなイメージを得意とします。はじめのうちは、左脳さんが間に立って言葉に翻訳してくれていたのですが、 だんだん面倒になって今ではこのイメージを使って右脳さんに意思を伝える形になっています基本的なやり方はこうです夜眠る前か朝起きた時に行いますなりたい自分起きてほしい事柄を決めます夜寝る前に行うなら明日かその少し先に起きてほしいこと 体験したいと決めたことですどんな自分でいたいかという願いです朝起きた時に行うなら今日という一日の終わる時どんな気分でいたいかですここで重大ヒント結論の部分、終わりの部分だけにします途中の細かいことはお任せという形です明日どこかに出かけるなら帰り道で 最高に思い通りに行った一日だったなぁと思い彼してにっこりしているシーン。仕事帰りの道で今日新しく始まった仕事の展開に面白いことになりそうとワクワクしているシーン。財布を開いて十分なお金が入っているのを見ておーと強い安心を感じながらありがとう、ありがとうとつぶやいているシーン。 健康で生き生きとしてスッキリとした気分で朝起きて力強い自分に感動しながら一日を始めるシーン短く強烈ではっきりとしたシーンにします続きも途中も理由も考えません結論のシーンだけをイメージします次のステップはその短い動画的なイメージを 体の内側で見ます。そして写真に撮影したように1枚の静止画像にします。イメージですから一瞬で画像になります。動画のサムネイル画像みたいな感じです。続いてそれをシュッと縮めて切手ぐらいのサイズの小さな画像にします。これがミニチップイメージです。私は胸の内側あたりで行っていますが 頭やお腹でも大丈夫です心の目で画像が見えなくても大丈夫です画像そのものが見える必要はありませんシーンが映像でダラダラと続いていくのを防ぐために静止して画像にする感じですでも切手ぐらいの四角いものがあるところはイメージする必要があります写っている画像そのものが見えなくてもいいのです 切手ぐらいの四角いものがあり、それを右脳さんに送ります。消えます。それで一つ完了です。右脳さんが受け取ってくれます。一回目でうまくできなくても、だんだんと上手になります。もちろん、これを行う前に、願いの選択をする必要がありますね。明日の最高の自分を試作しておきましょう。もし、 自分が何を望むのかわからなかったら「そうだこれが望みだった分かったぞありがとう」と涙を浮かべて喜んでいる自分をミニチップイメージにしましょう願いは一つだけいいえ複数のミニチップイメージを送っても構いませんでもずるずるといつまでも行うステップではなく決める静止画にする送るという 短いステップで完結することがいいと思います始めたら1分以内で終わる感じですでないと佐能さんが起動して否定的な言葉や条件やイメージを付け加えてくるでしょう途中を考えないのはそのためでもあります起きる事柄に細かい指定をしたくなる方はその細かさを より偉大な意識への信頼に置き換える努力をしましょう。結論のシーンだけで我慢しましょう。そうでなければ、この方法は向いていませんので、他の方法にしてみましょう。いつでも行っていいもちろんです。スムーズにミニチップイメージを送れるようになると、朝晩だけでなく、昼間に生活をしている間でも、 さっと作って送れるようになりますそれはつまり願う方向を自分で把握していて方向性と結論の真意を切り出すのがうまくなったということですね先日仙台で UNO ポータルギャザリングを開催した後マまっすー室長とニラサー室長と私の3人で晩ご飯を食べに行きました「牛タンのおいしいお店がいいな」 暑いからさっと入店して座れるお店がいいなしかし仙台最大のお祭り七夕祭りの当日であったためどこも観光客でいっぱいです行列ができていますスマホで地図ソフトを開いてあっちだこっちだと探してくれているお二人を眺めながら私は三人でさっと入れて案内された席に座っておいしいね と言ってるシーンだけをミニチップイメージにして送りました果たしてその時目の前にそびえ立っていたビルの上階にそのお店がありすぐにそのシーンは叶ったのですあっという間でしたこれは自分を試す行為ではありません対話なんです意識である私とうのさんとの対話です水の上を進んでいく小舟に乗っていて へさきに座ったあなたは進みたい方向をちょっと指さす。すると、右脳さんが小舟の竿を水に差し入れて方向を調整してくれる。そんな対話なんです。ですから短く的確に。そして日々繰り返すうちに小舟は願いがたくさん並んでいる方向へ向かっていくんです。結論のシーンをミニチップイメージにして送ると、 それが叶うのが分かっているので、迷ったり落胆したりしません。ただ、静かに信じているという心になれます。むしろ本当にいくらでも叶い続けるので、より一層なりたい自分を真摯に探るようになります。小舟の竿の人差しは小さいですが、繰り返すことで確実に方向が変わるのです。 ミニチップイメージはとても有効な対話ですので力まず疑わず簡単に落胆せず上手になるまで続けてみてくださいうのを優位になりますとこうした体の中でのイメージ対話が中心になりますミニチップイメージを送ることがイコール生きるということになるんです今回の場合も疑いの思考や 諦めの思考が出たら、両手で掴んでお腹に投げ込みましょう。両手で掴んでお腹に投げ込む行為は、続きを思考いたしません。思考では答えが出せません。本体さんにお任せします。という意思表示です。ミニチップイメージの小さな切手サイズの画像は、これが願いです。希望する私のイメージです。 という意思表示ですこうした違いを生み出すことで内的な対話が確立できますこれでちゃんと通じるんですよ今日は UNO を優位になった後もずっと使える内的対話ミニチップイメージについてご紹介しましたよかったらぜひやってみてくださいありがとうございました